ですよね。洗濯機壊れちゃったんですよね。もう洗濯機ではなくなった今のあなたは何なのか。人間には時間というのがあって、そして人間にはこの時間というのが問題だったんです。かすかな風に揺れている草木には観客がいなかった。地形の